第59回 NHK 紅白歌合戦は2008年12月31日に NHK ホールで行われた通算59回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分23時45分に生放送。双方向対応番組。前半、後半と分かれたが、編成上では二部制は取られなかった。すでに統一コンセプトが定められていたため、 例年に比べて日程が遅れた。飛行船からの東京上空の映像からオープニングが始まり、総合司会の小野文恵のナレーションの後、NHK ホールから両組司会の仲間行恵、中井正宏と大橋望が登場し、大橋が切手のない贈り物を一コーラス歌って、出場歌手の入場につなげた。なお、小野は飛行船に乗ってナレーションしたため、 ステージには登場しなかった。ステージのセットは LED を用いたセットが多用され、映像による演出が多かった。そのため、セットの転換が、例年に比べて少ない。第45回、第46回同様、両組司会が、ゲスト審査員紹介も含めて、番組全般の進行を担当し、総合司会は、実質進行役としての出演に止まった。 中井が組司会を務めた、会の番組冒頭の恒例となっている、中井が手に持つ文字の書かれたセンスは両面に、鶴瓶、見てる会と、前回ともに、両組司会を務めた、小福亭鶴瓶と、私は会になりたいを織り混ぜたものとなった。このセンスは、NHK のスタッフ経由で鶴瓶の元へ渡っており、テレビ、大阪製作、テレビ、東京系列、 キラキラアフロ、日本テレビ系列、ザ。世界行天ニュースで鶴瓶が披露していた。なお、鶴瓶は屈辱を感じながら、本紅白を自宅テレビで観覧していたという。テロップのデザインは前回とほぼ変わりはないが、歌手名のテロップのフォントは全て明朝体になった。また、曲紹介の MC 維には出演する歌手の出身、出場回数、歌手、グループ名、写真、 見どころを表示する。歌手名、曲名などのテロップは赤組は赤を、白組は白を基調とした CG で表示されたが、水谷豊の曲名、カリフォルニアコネクションだけは赤組と同じ赤の CG 表記だった。赤組トップバッター及び先行トップバッターを務めたのは、この年歌手デビュー10周年を迎えた浜崎あゆみ。トップバッター担当は、 本人の希望によるものである。浜崎は12月24日に右手を故障、緊急手術を行い、2日後の26日に生放送のテレビ朝日系列、ミュージックステーションスーパーライブ2008の出演を急遽キャンセルしたことなどから出場が危ぶまれた。しかし、ぶっつけ本番で登場。当初はヘッドセットマイクの変更も検討されたが、 ファンに心配をかけさせないという本人の意向で右手に痛み止めの注射を打ち、ハンドマイクを持って歌唱した。歌唱終了後、中井が浜崎に、あゆ、怪が大丈夫と述べた。藤岡藤巻と大橋望の楽曲披露直前に、過去のスタジオジブリ映画の楽曲を作曲者である、被災史上のピアノ演奏、オーケストラ、合唱、マーチングバンドに合わせて、 出場歌手によって歌われた。披露されたのは、散歩、風の通り道、君を乗せて。藤岡藤巻と大橋望は、本紅白を最後に、藤岡藤巻と大橋望としての解散を発表していたため、これが、最後のステージであった。なお、藤岡隆明は、体調不良のため出演せず、藤巻と大橋の2名で出演した。さらに、 松下電気産業がパナソニックに社名変更されたことに伴い制定された社歌及びグループソングこの夢が未来森雪きの城作詞被災史上作曲も歌われた仲間主演でこの年4月から6月に放送された日本テレビ系ドラマ極戦第3シリーズの主題歌虹を披露したアクアタイムズの曲前にはメンバー両者が共に 同作シリーズへの出演経験があるワットが登場。小池鉄平が仲間が演じるヤンクミコと山口クミ役の写真を出した。その後、仲間はヤンクミらしい応援を入れた。小山博作の出演時にはその家族が、ジェロの出演時にはその母親が、それぞれ客席から出演した。ワットの出演時には世界の鍋やつが登場し、持ちネタの 三の倍数でアホになるを使って曲紹介を行った。前川清クール5は東京砂漠を歌唱した。曲紹介の際、総合司会の小野文恵が東京タワー上空から曲紹介を行った。前川清はクール5時代も含めると29回出場しているが、今回を最後に出場が途絶えている。坂本冬美の歌唱前、 学生時代にソフトボール部で保守を務めていた坂本がグラブを装着してゲスト審査員の上野由紀子が投げたボールを受けるという演出が行われた。前半のラストでは第二次世界大戦をテーマとした私は会になりたいに出演した仲間中井が同作の音楽を担当した被災史上のピアノ演奏に合わせて平和へのメッセージを述べ秋川正史の 千の風になっての歌唱につなげた。秋川は合唱団をバックにつけての歌唱となった。中井がゲスト審査員の元木正宏に、渋垣隊も再結成してみてはいかがでしょうか。と振ったところ、元木が100%無理かもね、と渋垣隊の楽曲、100%SO かもね、とかけた表現で返した。紅白応援隊の沢村和樹が、 高田組の曲紹介前に、サラリーマンネオでの役柄、セクスイー部長として登場。五木博士は当時闘病中であった、三木隆から、作詞提供を受けた、いて、鶴を歌唱。なお、翌2009年5月に、三木は逝去し、同年の、第60回でも、三木への追悼として、五木が同曲を歌唱している。森山直太郎は冒頭に登場する。 生きてることが辛いなら、いっそ小さく死ねばいいという歌詞が物議を醸した、生きてることが辛いならを歌唱。平原彩香は、この年亡くなった、小形健の遺作となった、フジテレビ系、ドラマ、風のガーデンの主題歌、ノクターンを歌唱した。平原の歌唱前には、スマップの木村拓也から小形へ追悼メッセージが送られた。エグザイルは、 カウントダウンコンサートの会場である札幌ドームから中継で出演した小林幸子は歌唱曲ローランに合わせて砂漠をイメージした衣装で登場正式な衣装のテーマは砂漠に突然現れるオアシスの女王乾燥あたりで小林がオアシスとなりリフトで上昇足元の左右にうっさ点一ミリメートルと言われる世界一軽い布が ジェット機の羽根により浮き上がる演出が施された。人と用の歌唱時は、ホールの明かりをすべて落として、ろうそくの明かりだけで歌われた。セットもエコを意識し、セットの種類は、例年より少なかった。ミスター・チルドレンは、NHK の101スタジオからの演奏であった。この時、ゲスト審査員の大田裕樹が、パフォーマンスに参加した。石川さゆりはこの年一郎が、 座席登場曲として使用した甘木声を歌唱、一郎が使用した同曲のアレンジを行ったマーティ・フリードマンもエレキギター演奏で参加した。曲前には、一郎のこの年の活躍を収めた VTR が流された。中井がスマップとして出演する際の代理の曲紹介は仲間が言った。スマップのスタンバイ中に仲間が ゲスト審査員の松本幸四郎にコメントを求めたところ、幸四郎がスマップには美味しい料理をビストロスマップというレストランでご馳走になったと話した。森新一は第57回でおふくろさんを歌唱した際、同作死者の川内康則に無断でセリフを入れた同曲を披露したことで川内の怒りを買い、 同曲を含め買わないが作詞を務めた全33作品の歌唱禁止を命じられていた。その後、この年4月に買わないが、正居、11月に、川内の長男で弁護士の飯沼春樹が、今後は、川内康則のオリジナル作品のみ歌唱することを、条件として、川内作品の歌唱解禁を森に承諾することを、表明し、晴れて、 本紅白のステージで同曲を2年ぶりに歌唱した。和田明子はこの年、デビュー40周年記念を迎え、その記念に開催したニューヨークアポロシアター公演のラストに披露した夢を歌唱し、赤組取りを務めた。氷川清が出場9回目にて、清のズンドコフで自身初の白組取り、及び大取りを務め、歌唱終了後に号泣した。 特典集計の間、出場歌手登場シーンのハイライトを放送した。結果的にこのハイライトが総合テレビでの瞬間最高視聴率を記録した。このような試みは紅白史上初めてである。以後、第65回を除き、特典集計時に同様の演出が行われている。中間審査を含めた総得票数による方式の結果、 205,530対112,000で、白組が優勝。紅白史上初の4連勝とし、松本幸四郎から優勝期が授与された。なお、ゲスト審査員の投票は同点だった。審査結果発表は、前回同様、会場内の審査員、デジタルテレビ、ワンセグの視聴者の投票類型をもとに決定したが、今回以降は、 会場内のセットの LED ディスプレイを使って発表する方式となった。中山は第57回以来2年ぶり3回目の赤組司会。前回も応援ゲストとして出演し、人と用と秋川雅史の曲紹介を行った。なお、前回は赤組司会の打診を辞退したとの報道があった。中井は3年連続の組司会並びに2年ぶり4回目の白組司会。 NHK アナウンサー以外では、史上初の4回目の白組司会担当となった。組司会担当は、通算5回目であり、黒柳哲子と相良直美に並んだ。松本は2年連続での総合司会。小野は第55回で赤組司会を担当、総合司会起用は初めて。女性では、史上初の組司会と総合司会の双方経験者となった。 仲間、中井の両組司会は2年ぶり2回目。同じ両組司会コンビが会をまたいで復活するのは、両者ともに NHK アナウンサー以外では初めて。前回は赤組、中井、白組、小福帝鶴部の両組男性司会となったが、当時 NHK 会長の福地修雄による、男女による司会が望ましいとの意向で例年通りの、男女による司会に戻された。 今回から第71回まで赤組司会は、大河ドラマか、連続テレビ小説のヒロイン経験者、予定者が務めた。同じく今回から第70回まで白組司会は、ジャニーズ事務所所属タレントが担当する形となった。また、当初は、宮崎青江赤組司会のオファーを行ったが、辞退されたことを、制作局エンターテインメント番組部長の近藤、が、 司会発表会見終了後に明かしている。なお、オリコンが発表した今年紅白の司会をしてほしい有名人の男性部門の1位が中井、女性部門の1位が宮崎だった。赤組司会を辞退した宮崎について一部メディアでゲスト出演の可能性が報じられたが結局番組に登場することはなかった。正式発表前に 各種メディアが挙げていた司会者の候補は次の通り。司会発表後に各種メディアが伝えた司会者の人選に関する報道は次の通り。今回を最後に第49回から続いていた司会人に女性アナウンサーが起用される体制が一旦途絶えた。松本の連続出場は今回までとなったが、第61回で裏トークの MC を務めた。 三原つまきとザニューブリード東京放送管弦楽団2008年11月25日に出場歌手が12月26日に曲順がそれぞれ発表された歌手名の太字は初出場または帰り咲き曲名の太字はこの年に発表された楽曲または紅白初歌唱の楽曲枠全体は紅白 各26ずつの、計52で、前回に比べて一つずつ減った。しかし、白組については、周知心、ウィズ・パボの2ユニットが1枠で出場するため、出場数自体は赤組26、白組27の、計53組。なお、宮沢和文インガンがズンバザブンとエニアは、前回のオグラ系同様、特別枠に位置づけられているため、 出場数にはカウントされない。初出場は赤組6、白組8の計14組で、全出場歌手うちの4分の1以上が初出場である。特に白組は前回の2組から大幅に増えた。今回の初出場組の特徴としては、民放色の強さが挙げられた。日本テレビ関連としては、藤岡藤巻と大橋望が映画。 崖の上のポニョの主題歌、崖の上のポニョで人気を集めての初出場。当時9歳だった大橋のぞみは、それまで第5回に11歳で初出場した河野義幸が保持していた出場最年少記録を更新。同じく日本テレビ関連としては、同局のオーディション番組、歌スタ。出身の小山博作が初出場した。 フジテレビ関連としては、クイズ。ヘキサゴン2より、周知心、ウィズ・パボが、白組から出場。NHK は出演交渉を彼らの所属事務所や、レコード会社ではなく直接、フジテレビに行った。この初出場に、元ヤンキーという経歴があるパボのメンバー、木下幸菜は、ヤンキー出身の有機彩的には、世の中ちょろいなと思いましたとコメントした。 当日のステージには、ヘキサゴンツーの進行役を担当する当時、フジテレビアナウンサーだった中村瞳もヘキサゴンオールスターズと称される番組出演者らと共に応援ゲストとして出演し、バックダンサーを務めた。民放の現職アナウンサーが紅白に出演するのは史上初。なお、ヘキサゴンツーの司会者で、周知心、パボのプロデュースや楽曲の作詞を手掛けた。 島田紳介のゲスト出演も噂されたが、実現しなかった。また、この年音楽活動を再開し、自身主演のテレビ朝日系、ドラマ、相棒と、その劇場版が大ヒットした、水谷豊も初出場。秋元淳子は、還暦直前のデビュー。日本人の血を引く黒人演歌歌手、ジェロと共に、初出場を果たした。秋元は、 赤組の初出場歌手の最年長記録を更新。ジェロはデビュー当初から亡き祖母のために紅白に出たいとたびたび発言し、それを実現した。パフュームは前年 NHK と公共広告機構による公共広告リサイクルマークがエコマーク。絵の出演をきっかけに人気に火がついたが紅白出場は2年越しで実現。 ミスター・チルドレンは、デビュー以来、同ボーカルの桜井和都氏による、音楽で勝敗を決める番組に出演したくないとの、理由で辞退を続けてきたが、NHK の北京オリンピック・パラリンピック中継の、テーマソング、ギフトを担当したことが初出場の決め手となった。一方、週刊女性は、ミスター・チルドレンの出演決定の経緯について、この年桜井の父親が制御し、 紅白ファンだった父への供養のため桜井が出演を決めたと報じている。ABEX の創立20周年記念ユニットとして、この年9月にデビューしたガールネクストドアは、デビュー後わずか3ヶ月での出場。ボアに代わる韓国出身アーティストとして、東方新規が初出場を果たした。帰り咲きは赤組に、白組にの4組のみである。スピードは、 同メンバーの今井エリコが生んだ男児が、聴覚障害を負っていることを公表したことが、きっかけとなり、この年の日本テレビ系列、24時間テレビ31、愛は地球を救うから本格的に活動を再開。第50回以来9年ぶり4回目の出場。なお、今回の赤組司会で、スピードと同じ沖縄県出身の仲間幸恵は、 24時間テレビ31にチャリティーパーソナリティとして出演しており、スピードの復活ステージを見届けていた。その一方で、以下のような落選や事態も見受けられた。10月の段階で早くも落選者が出る異例の事態であった。暴力団組長が関係するゴルフコンペに出席していたとして、細川隆前年議事通ン炎ンによる詐欺疑惑で、 強制捜査を受けた L&G の広告塔として同社関連のコンサートにたびたび出演していたことが問題となったため出場を辞退しており2年連続で不出場となったただし翌年の第60回第66回2015年まで再出場した小林明、中条清門角川博士では 出場が決定しながら黒い交際の発覚で降板した北島三郎と山本上司の代役の一人として出場した松原の笛の5人が NHK の番組自体に出演できなくなったモーニング娘。は落選し連続出場が10回で途切れた。今回ハロー。プロジェクト所属メンバーから唯一の出場となる里田舞は ハロプロとは別のユニット、周知シーン、ウィズ・パボとしての出場であり、メディアは、ハロプロ勢全員落選と報じた。元内閣総理大臣、竹下登の孫を売りとし、初出場に強い意欲を見せていた、第五率いるブレイカーズは落選。 第五の王子にあたる竹下渡が立候補を予定している第45回衆議院議員総選挙の日程をめぐる国政の状況から出演できないと見られていた。前回まで4年連続通算12回出場していたドリームズカムトゥルーは翌年のデビュー20周年の準備のため辞退したが同リーダーの中村マ里サは自身のブログで再出場へ意欲的なコメントを掲載した。 そのコメント通りに、翌年の第60回に出場を果たした。前回まで13年連続通算19回の出場を果たし、年の初めは、佐田正サの司会を務める佐田正サも落選。沢田賢治は辞退。この年下記の連続テレビ小説、だんだん』で、主題歌、縁の糸と、語りを担当していた、竹内マリアも生放送での歌唱に難色を、 示し自体。他にもデビュー20周年を迎えた、ビーズ、ベストアルバム、ベストフィクションが、ミリオンセラーになった、アムロナミエ、年内を最後に活動休止に入る、サザムオールスターズなども自退した。宇多田光や今和の清志郎も自退スーパーフライの出場も週刊誌報道で、取り沙汰されたが、実現せず。スーパーフライは当日カウントダウンジャパンに、 出演していた。ネズミ先輩も初出場に意欲を見せていたが、落選している。なお、前回初出場だった歌手は全員落選している。ハロプロ勢や AKB48、中川翔子、リア・ディゾンといった女性アイドルの落選について、エンターテインメント番組部長の近藤は、今年は、歌力をテーマにして、 きちんと歌を歌うことを目指す紅白なので、ラインに届かなかった。相対的な評価で枠外になってしまったと説明。同じく石原は、この件に関し、アイドルというのは、良い時もあればそうでない時もあると、大ヒット曲がなかったことを挙げ、アイドルは、大御所とは違うので大変だとは思うが、ハロープロも若返りを図っているようなので、また期待していますと述べた。 北島三郎は、史上初の45回出場を達成した。小林幸子は30年連続出場を達成、島倉千代子の持つ赤組歌手の最長連続出場記録に並んだ。19年連続出場の前川清4年連続出場のワット、3年連続出場の秋川正志、2年連続出場の人とよう、平井健は、翌年不出場となり、 今回で連続出場が途切れた。前川、ワット、人とは今回が最後の出場となっているが、秋川は第62回、平井は第62回、第68回で復帰した。また、ワットのメンバーだった小池鉄平は第64回でゲスト出演している。初出場した藤岡藤巻と大橋望美は戦術の通り、 本紅白を持って解散したため、出場は今回限りだが、翌年大橋は、ゲスト出演を果たしている。初出場した、周知神、ウィズ・パボも出場は今回限りだが、周知神のメンバーだった、ウエッチ・ユスケが、ユ介スケ名義で、第60回、第61回に出場した。初出場した気まぐれんは、囲碁再出場を果たせないまま2015年に、解散した。 布施明が白組トップバッターを担当。当時布施は61歳であり、これは前回における三河健一と並んでトップバッター担当歌手の最年長記録となっている。赤組取りに和田明子、白組取り及び大取りに氷川清が起用された。和田は通算7回目の赤組取り担当。これは当時の現役歌手における赤組取りの最多記録と。 なっていた。正式発表前に各種メディアが挙げていた鳥の候補は次の通り。この年プロ野球、福岡ソフトバンクホークスの監督を退任した王貞治が特別出演する予定だったが、直前の12月20日に王の兄が逝去したため、取りやめられた。北京オリンピックが行われたこともあり、それにちなんだメンバーと、新旧大河ドラマ出演者が多い。 平均視聴率は、前半35.7%、後半42.1%であり、第56回以来3年ぶりに40%の、大台を超え、2008年の年間視聴率ランキングで、第1位になった。歌手別の最高視聴率は、周知心とパボの47.8%。本年度、紅白歌合戦司会に、中井雅宏&、 仲間幸恵が正式決定、オラカンニュース、2008年11月24日、スポーツ日本2008年11月25日、この2回の両組司会はいずれも、上沼恵美子、古立一郎。第33回紅白歌合戦、紅白歌合戦ヒストリー、日本放送協会、2020年7月28日、閲覧。第59回紅白歌合戦、 紅白歌合戦ヒストリー。日本放送協会。2020年7月28日。閲覧。郷田道人。紅白歌合戦の舞台裏。週刊現代2007年12月8日号。スポーツ放置2008年11月17日付。スポーツ放置2008年10月3日付。今回の、仲間は2006年の大河ドラマ。光明が辻の主演。なお、 仲間は、第56回と、第57回の赤組司会も担当。川口春奈が、寒礼破り紅白司会抜擢の裏に、キリンが来るのオン、ビグラブ、2021年11月3日中井は、第57回と前回の組司会も担当。 サンケイスポーツ2008年11月25日付、オラカンミュージック2008年11月9日、オラカンミュージック2008年6月2日、リアルライブ2008年10月22日、日韓再造2008年9月26日、スポーツニッポン2008年11月17日、ザクザク2008年11月25日、内山だよとクール、ファイブとして、 過去に11回出場経験がある。新宿駒劇場に感謝を込めて歌唱、スマップとコラボ、スポーツ日本2008年11月25日付、周知心も紅白出場。民放の顔勢揃い、スポーツ日本2008年11月26日、現在の最年少出場記録は、第62回に初出場した。 足田愛菜の7歳193日。合体して行動するときは、通常、アラジン名義だが、周知心メインでの出場だったためこの形となった。しかしながら、パブ単独名義での楽曲は披露されなかった。日テレニュース242008年12月3日付、紅白に、藤中村ひとみアナが、ゲスト出演、日刊スポーツ、2008年12月30日。 スポーツ日本2009年1月1日付、中村アナ紅白で、フジテレビ猛アピール、デイリースポーツ2008年11月26日、紅白に昨年出場し今年自体、落選した歌手。日刊スポーツ。httpww.neconsports.com、エンターテインメント、ニュース。 PTP0 から281126から 433620HTML2008 年11月26日閲覧 AB 紅白どうなる第5微妙に組長ゴルフの演歌人有冠富士2008年10月23日デイリースポーツ2008年11月26日 産経スポーツ2008年10月17日 NHK 紅白歌合戦について様々なご意見いただきました。ドリブログ翌2009年5月2日に死去。竹内マリア自体、歌田、ジュリーも、スポーツ日本。 2008年11月25日 http コロンスラッシュスラッシュ npn.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ18001422スラッシュリアルライブ中日スポーツ2008年11月26日付森新一があの曲でを撮り赤組はアッコ農校スポーツ放置2009年12月21日付ありがとうございます